さいたま市議会の12月定例会が開会し、清水市長はおよそ36億円の一般会計補正予算案など78議案を提出しました。今日の本会議で清水市長は、街頭の LED 化事業をめぐり業者との契約金を変更した際、債務負担行為を設定するための議決を市議会で得ていなかった問題で、調査の結果、他に24件の契約で不適切な事務処理があったことを報告し、次のように述べました。市全体で大変重く受け止めており、議員各位および市民の皆様からの信頼回復のため、強い決意を持って再発防止策に速やかに取り組んでまいります。一方、一般会計補正予算案には、スケートボードや BMX などのアーバンスポーツができるスペースを緑区に整備するための費用、およそ657万円などが計上されました。また、使用済みの鉄くずなどを屋外で保管するスクラップヤードの設置を規制する条例案を提出しています。12月定例会は来月4日から一般質問が始まり、来月22日に閉会します。